はいどうもノベリオタギャラリーでございます今日も早速やっていきたいと思いますということでですね、今回やっていくのなんですけども、以前僕がですね、お夫婦のイラストマーカーペンを使ってですね、5作品ほど絵を描かせていただいたことがあるんですけども、まだ見てないよって方、よかったら概要欄に貼っておくので、そちらの動画も見ていただけると嬉しいですそして今回はですね、なんとなんと、そのイラストマーカーペンを出しているお夫婦さんから、僕にですね、商品をご提供していただきました <laughs> すげえ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 めっちゃすげえ皆さんにとってそして僕にとってもですねこの動画っていうものはめちゃくちゃ嬉しい動画になるなって思うんですけどもそのお夫婦さんからですね僕宛にですねこのような商品が届きましたじゃーん見てください水彩毛筆36色セットっていうことでですね実はお夫婦ではこの水彩毛筆36色セットともう一つ上の48色セットがあります僕はですねこのどっちを選ぶかって言った時にですねなぜ 36色セットを選んだかとというと僕はですね今回初めて水彩画っていうものに挑戦すするんですがまあね水彩画みたいなのは海外のお菓子を使ってですねやったことがあるんでこちらも一応動画はね概要欄に貼っておきますぜひよかったら見てくださいそのね水彩画っぽいのはやったことあるんですけど実際にこの水彩画をやってみるのは初挑戦なので初めてねもしかしたら絵を描く方もいるかもしれないし水彩画を悩んでるどの商品を買えばいいのか悩んでる方もいれば水彩画に僕と同じような感じで初めて挑戦する その中でやはり僕がですね水彩画を初めて挑戦するならその48色セット確かに値段的にはですねこの36色セットは2199円そして48色セットは2399円なんだよね値段的にはそんなに変わらないんだけども絵を描き始める方って言ったら別に色が増えたとしてもなかなかね自分の技量なかなか自分の引き出しをですねうまく開けることができないんだよねそれなら色がどんだけあっても難しいならですねまずは安いもの なおかつこの水彩セット僕も水彩画って何を準備すればいいかわかんないのでもですねお夫婦の水彩毛筆の中にはですねなんとこれ一つでですね水彩画をもうすぐ始めれるんだって僕もですねそれびっくりしてこの水彩毛筆セットもう喜んで36色セットいただきますっていうことでですね僕の家まで届けていただいたんですけども今回はこの水彩毛筆セットの中身をですね実はまだみんなと一緒にですね開けたいと思ってまだ開けてないんですよなので皆さんと一緒に開けてまずどういう風なペンなのかっていうのを使ってみ てててそのののの後ににでですね僕ななりり自分で初めての水彩画のアートに挑戦していければなと思っております、まあ僕はですね、結構この水彩画、まあ提供していただいてはいるもののですね、メリットもあれば特に絶対デメリットとかも絶対あると思うのね。だから僕はですね、結構僕何の動画でもですね、いや、ここはダメだ、ここはダメだって結構愚痴のように言うんだよね。なので皆さんですね、こういうのがあるよっていう僕の一人の感想なので、皆さんもですね、こちらを買う場合は一つの知識として入れていただければなと思います。では早速始めて ていきたいと思いますけども絵を描き始めるあなたそして水彩画を初めてやるあなた僕も一緒なのでこの動画を機に僕と一緒に水彩画を始めてみましょうでは皆さんと一緒にお夫婦の水彩毛筆36色セットをどういう世界が待ってるのか皆さんと確かめていきたいと思いますでは皆さんまた後ではいではね早速やっていきたいと思いますお夫婦の水彩毛筆36色セットということでですね皆さんと一緒に中身を確認していきたいと思いますオープン 結構ね、これはですね、外、まあ、持ち運びすんのかなこれで。いや、しないな。持ち運びはしないかもしれないですけど、まあ、でもね、こういう風に入れてるっていうのはですね、結構ちゃんとしてますね。ありがとうございます。で、そしてですね、まず開けていきたいと思いますけども、中身を全部出しまーす。 そしてこのような形で今入ってたんですけどもこちらがですねおそらくこの水彩毛筆を使ったらこういう風なイラストができるよっていう形になっておりますねこんな風な絵が描けたらめっちゃいいなと思いますけどね皆さんもこれを目指して一緒に頑張りましょうということでですねまず中身を見ていきたいと思いますもうこんなところで喋っててもね次に進まないんでそしてこちらお夫婦30のカラーブラスマークラーセットということで36のあ番号がなるほどなるほど今からね見ていくんですけどもその中の色をね確かめ める用の表がありますすねねそしてこちらがです、ね、あ、開けないといけないこれがですねおそらくその水彩紙パッドっていうやつですねこれが12枚入ってるんですよもう初めてね絵を描き始める方そして水彩画を描き始める方にはですねめちゃめちゃ親切だと思いますもう入ってるものだけで水彩画始めれるというのはめちゃめちゃいいですねこんな感じでございますお夫婦ウォーターカラーパッツ書いてますねあすごこんな紙水彩画のあれなの めちゃめちゃ分厚いですね。初めてこういう厚紙触りました。え、すごいすごい。結構分厚いんですね。僕が絵を描く中でも結構分厚い分類に入りますね。これが12枚入ってますね。12枚って書いてますね。こんな感じが一つと、そしてですね、これがですね、もうですね、じゃーん、すごい。36色ある ?1、2、3 37、37? あ、これか。 これが水ペンって言われるやつなんですって、ここにですね、水を入れることによって、このインクをつけたとこを水ペンで濡らすことで水彩画みたいな感じになるっていうペンですね。これね、一本入ってるっていうのはもう本当に、これ一つでですね、水彩画を始めれると思うとめっちゃすごくないですか僕もこれに関してはですね、めちゃめちゃ好印象でございます。そしてですね、一つずつですね、まあ調べていくんですけども、まあ一本取ってみます。どんな感じかというと、このような感じで色の名前が書かれてるんですよ。ちょっと見にくいか。こういう いうふうに皆さん見えますかねここに英語で名前が書かれててそれで39っていうのは数字が書かれてますねまあ、ちっ ちっちゃいって言ったらちっちゃいんですけど、ちょっと見にくいかなっていうのは正直ありますね。そしてね、まあ何より、まあ蓋とかによくね、色のね、わかりやすいように、この色はこの何色っていうのが書かれてるんですけども、蓋が透明なことによってですね、このようにね、蓋が透明なことによって、何の色を使ってるかっていうか、何の色かっていうのはすぐ目に入るので、めちゃめちゃいいなっていうのは正直ありますね。でも、なおかつ、蓋にもですね、色をつけていただければよかったかなっていうのは正直思いますけども、まあね、いいでしょう。ではね、まあ早速ですが、こういう風な感じに揃って、 取ったので色をまずは試し塗りっていう形でやっていければなと思いますまずはこの水ペンにですね水を入れるとこから始まるのでね水を入れていきたいと思います はい。今ね、入れてきたんですけど、水をね、こんな感じで入れてきたんですが、どうやって開けるかって言ったら、ここをですね、普通にひねったら開けれます。ひねって、ここにですね、僕は普通に水道の水を、ここからジャボ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 入れていきました。そして、ここを閉めていただければですね、もうこれは水ペンっていう形で完成いたします。そしたら、ここからですね、水を出せるんですよね。そう。結構初めての感覚。僕ね、水彩画もやったことない。こういう水ペンっていうんですかね、めちゃめちゃ初めてですけども、めっちゃ楽しみでございます。どんな感じになるのか。ぜひね、これも、ね ね、ちゃんと蓋閉まるえこれあこれでオッ,ケーんあオッケーオッケーカチッってなるまでちゃんと閉めてください早速ですが色を確かめていければなと思いますレッツゴー さあ、まずね、この、もともと付いてたやつにですね、やっていこうかなと思います。まずね、この、ナチュラルブラス37っていうのをですね、塗っていければなと思います。初めてですね、水彩画のペンを使っていきますけど、どんな感触かやっていきたいと思います。37番。ここをですね、ちょっとベタ塗りで塗っていきたいと思います。ベタ塗りっていうのは、もう、ベターって塗ることですね、もう全部埋めちゃいます。ペン先がですね、もう筆なので、 なんだろう細かい感じもできるっていうのがあるかな次35番ですね。あ、これめっちゃ好きだわ。この色たまんなくいいね。僕こういう明るめちょっと嫌いじゃないですね。好きです。こんな感じでですね、全部ね、一回塗ってみたいと思います。 はい。今ね、こんな感じでですね、全部とりあえず塗り終わったんですけども、比較的に僕が思ったのは、結構濃い色が多いのかなと思いました。でもまあ、僕はひまわりくんの世界観の主人公であるひまわりくんは、まあ、黄色が多いので、黄色はですね、結構僕は好きな色をしてるので、いいかなっていうのを正直思いますね。ではね、まあ、早速ですが、水彩毛質の良さでもある、このね、水ペンをですね、使って、どういう感じにですね、なるかっていうのをですね、試しに塗っていきたいなと思います。2>, 2番のイエローから やっていきたいと思います。これが僕にとって初めてのその水彩画でね。まあ、水彩画らしい感じになると思います。やってみます。そう。このイエローって意外に薄いんだよね。こんな感じですね。見えるかな？まあ、見えるか見えるは見えるね。でこっからなんですよね。これで水で薄めてどういう風に絵ができるかっていうのをやってみたいと思います。じゃ行きますよ。 おお、水が出てはいる。水出てあ、薄まってるね。すごい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 。薄まってきてる。こんな感じでですね、最初のここに比べると結構薄くなりますね。そらそうか。まあ、そらそうなんだけども、結構薄くなるよっていうのをですね、知っていただいた方がいいかなと思います。ちょっとですね、これもですね、また早送りにしてですね、皆さんにね、後で出来上がるようですね、皆さんにお届けしたいと思います。レッツラーゴーゴーゴー So はい、今ね、全部このような形でですね、水ペンを使ってやってみたんですけども、どうですかまあ僕がですね、もう水彩画のイメージしてるものって言ったら、やっぱりね、濃ゆいものは濃ゆいんですけども、こういう黄色とか、これ、この辺薄いやつこれなんか紙に書いてるけど全然ちょっと映ってないようなのが、なんか僕のイメージ、水彩画のイメージですね。めちゃめちゃバチ濃いでそういうイメージがあります。まあ全然ね、あの水で薄めてもそんなに 変わらなかったったていうものがまあ多分僕がこの面積がちっちゃいっていうのもあってもっと伸ばせば薄くはなるんでしょうけどもまだ全然ちゃんとうまくグラデーションとかできてないっていう部分はですねあるんですけどもね。で僕がですねまあ 初めてこのね、使わせていただいて気づいたことって言ったらですね、まず第一に、この水ペンっていうのはですね、まあ使っていくとわかるんですけど、まあ一個一個色が違うじゃないですか。でも同じ水ペン、この筆のペンで使っていくと、やはり同じ色だと混ざってしまうので、一回一回僕はですね、まあメモ帳とかなんか違う、いらない紙にですね、こういう風になぞって、ちょっと色がね、もう透明になるまでやってました。そして次の色に付け加えるっていうのをやんないと、ちょっとね、色が混ざったり、 するんだよねちょっとここ混ざっちゃってるんだよねこのダークグレーとかいうのがちょっとピンクかかってるでしょ普段はこんな色じゃないはずなんだけどもちょっと色が混ざっちゃうとこうなっちゃうのでもし色が混ざりたくないって方はまたね混ざるとそれぞれねよりいい味が出るやつもあるんですけども混ざりたくないっていうのはですねもう本当にその素直な色で楽しみたいって方はちゃんとこうやっていちいちめんどくさいかもしれないけども水に戻してからですね新しい色を付け加えた方がいいかもしれないですねそして僕が初めて使ったっていうのも あるるんんでですすけども、まあ、水がですねめめちゃめちゃゃ出てくるんだよ、ね、このここをですねプッシュって書いてるんですけども見てくださいねプッシュするとこのように水がめちゃめちゃ出ます。めちゃめちゃ出るんでそう気づかないうちにこれ僕が力が強いのか分かんないけどキャップをねこうやって。 と、取ろうとすると水が弾け飛ぶの。なんでこれ水弾け飛ぶんだろうなとか思ってたのよ。そしたら僕が多分ね、これプッシュすると水がこのように出るから、そう、気をつけてくださいね、初めての方。多分初めてじゃない、慣れてる方はですね、そんな力を入れたらね、ダメだよって分かってると思うんですけど、初めての方はですね、このように水が出てくるので、気をつけて使っていただいて、時たま、この蓋に水が溜まってることがあるので、そこは気をつけてやっていただければなと思います。それ以外はですね、もう僕にとってはですね、完璧すぎるかな。他の色も試したんですけども、 まあ36色でこんだけのねなんか水彩画もうザ水彩画っていう感じじゃないですか初めてやったにも関わらずめちゃめちゃいい色だなっていうのを正直感想として思うのでまあ自分がねこれからやっていくにあたってグラデーションとかですねまた水はどんぐらい入れればいいのかっていうのはですね自分でおいおい力をつけていければいいのかなと思いますいや今回ねこのような形でめちゃめちゃ綺麗にできたので自分のねオリジナルキャラクターひまわりくんの世界観のひまわりくんはですねこのもともとついてた水彩紙パッドに絵をね描いていければな とと思思いいいますまますすすずは下書きししてててペン入れれからですね色をつけていければなと思いますどんな風になるかはですね、皆さんと一緒に楽しんでいければなと思いますので、ぜひよかったら最後まで楽しんでください。その後にですね、まあ、メリット、デメリットっていうのをまとめて終わりたいと思います。では皆さん、アートの世界へようこそ。では皆さん、最後までお楽しみください。スタートです。<music> はい、ということでね、今回このような形でですね、お夫婦の水彩毛筆を使ってですね、描かしていただきました。どうでしょう結構光で飛んでますね。こんな感じでですね、僕のオリジナルのひまわりくんの世界観はですね、36色を使って描いてみました。結構僕の中ではうまくいったのかなっていうのは正直なとこありますね。そしてですね、まあ、水彩毛筆36色ですと、今回ね、お夫婦さんにご提供していただきましたけども、こちらですね、まあ メリットデメリットっていうのを僕なりに考えてみてですねお話しさせていただければなと思いますまずですね僕まあいろんな画材を使ってきて思うのはちょっとね僕的にはですねその色の名前と数字がですねちっちゃいのかなっていうのを正直思いましたなのでできればここのキャップとかにですね色をつけてほしかったなっていうのは正直なところありますあとその水彩画初めてっていうのもあってその水彩画の塗り方ではないですけどもそういうなんか解説みたいな紙が1枚でもあるとなんか絵を 描き始めめめる方にちちゃめちゃ優ししいいいののかなっていうのを正直思いましたね今思ったのは、まあ、こういう風に自分で絵描ける人はいいけどなかなか絵を描けずにでも水彩画はやりたいってい方も中にはいると思うんですよなのでその水彩画のもう元ともと作品ができたなんか塗り絵みたいな大人の塗り絵じゃないけどもその塗り絵みたいなでもあとはこのお夫婦さんの,このペンを使うだけで水彩画にできますよっていうなんか塗り絵みたいなのがちょっと入ってると僕はいいのかなっていうのを正直思いましたなのであのもし使うとしたらこの表紙に あったこのめちゃめちちゃゃ綺麗な山こういうのも多分おそらくですけどこのうまくやれる人はこのお夫婦のこの36色だけでもできるから多分表紙になってるのかなっていうのをちょっと僕は思うんでこれをですねちなみに塗り絵として一つ入れとくっていうのもめちゃめちゃいいのかなっていうのを正直思いましたねでまあデメリットは正直にですねデメリットというか気になるところはもうこれで終わりなんですけども、まあ、これからですねもうお夫婦を使ってみた感想で、まあ、メリットというかいいところっていうのをですね皆さんにお話しできたらなと思うんですけどもまずですね最初に言っとくのは 36色こちらのねお夫婦の36色のペンを使ってですねめちゃくちゃ十分ねもう楽しめます皆さん初めての方絵を描き始めるのが初めて水彩画描き始めるのが初めてっていう方はですねもう十分にこの36色でねめちゃくちゃ楽しめるなのでもしですね絵を描くのがどうしようかと思っててまあこれまず1本61円ですよこの36色で2199円なのでめちゃめちゃ安いのでもし水彩画を始める方にはですねぴったりの商品が ななののかなっていうのを正直思いますそして他にはですね、この36色入って、しかもこの水ペンついて、しかも色見本が入って、まあこれでも自分で塗るんだけど、この色見本が入って、なおかつ、このウォーターカラーパッド12枚入り入ってるんだよね。まあ自分が水彩画を始めてっていうのもあって、これだけでもう2199円だけでもう水彩画をまず始めれるんだよね。やはりね、まずアマゾンで購入するときに、いろんなアートをするにあたって、いろんな材料を集めないといけないの。でも 材料を集めると、やっぱりね、その日に届くものとか、明日、明後日とか、もしかしたら1ヶ月後っていうね、結構集めるのに大変なことがあるんだよね。でも水彩画はですね、こちら、このお夫婦のやつに関して言うと、もう届いた日から始めれるっていうのがめちゃめちゃいいメリットでしかないのかなっていうのは思います。絵をね、始める方にはぴったりですね。これはですね、僕が、まあ、嬉しいって言ったら嬉しいのかな。その、やっぱり絵描くにあたって、キャップをですね、後ろにつけれるというのはめちゃめちゃでかいなって思います。ちょっとね、時々撮れる時もあって、 あったけどもそんなねもう何もしなければ全然取れないしあと机に置いとくときにこれがなければ結構ね転がっていくのね転がっていくのってめちゃめちゃストレスたまるのよだからこういう風にキャップをつけられてこのまま置いとくともう転がらないのよまずこれがですねえこれそれっていいのと思うかもしれないけど結構僕にとってはめちゃくちゃ嬉しいことだなと思いましたまあ、このようにですねまあ、気になるところもあるけどもまあ、メリットの方が多いしまず気になるところっていうのもですね別に僕がただ気になって ところなので皆さんからしたら全然気にならないっていう方の方が多いんじゃないかなってのを思いますまあ、今回このような形でですねお夫婦さんに水彩毛筆36色セットでねもう水彩画を初めて始める方にはぴったりな商品をですねご提供していただき本当にありがとうございますまたですねこれをきっかけに新たな挑戦水彩画っていうのもトライしていければいいかなと思いますということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども皆さんね本当にありがとうございます皆さんがですね僕を応援していただけるおかげでですね本当にね今があるので本当にありがとうございます ございますそしてお夫婦さんもですねご提供していただき本当にありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますということでですね今日はこの辺で終わりたいと思いますけども皆さんまた最高のアートの世界でお会いしたいと思いますぜひですね皆さんお夫婦のこの水彩モイス36色セットはですね概要欄に貼っておくのでもしですね気になった方はぜひよかったらリンクから飛んでみてくださいでは皆さんまた最高の明日のアートでお会いしましょうバイバイありがとうございました Thank you ということで皆さん最高のアートをお目がきてそして水彩が初めての方もですね一緒に水彩が楽し みましょうでは皆さんまた明日バイバイ